僕らも当てはまってるんですけど、恥ずかしいので方形ミュージックは弾きません。
どうもピスコたちです。イエーイ。動画、富士のホームページには、ピスコじゃなくてビスコって書いてあります。ピスコたちです。変な名前つけた僕らが悪いんですけど、わざわざビスコってつけてもらったので、みんなにビスコプレゼントしたいと思います。で、ちょっと相談があってですね、僕ちょっと忘れ物したので取りに帰っていいですか？ピスコです。さっき前の2人がすごい盛り上がってくださったので、丁寧に2人にピスコディスコをあげました。爆買いです。なんかすごいミーハーな人が一人いるんですけど、怖い。まだ始めて間もないバンドですけど、皆さん温かく見守っていただき嬉しいです。まだですか？本当に忘れた。じゃあ気を取り直してピスコたちです。こんな寒い中、わざわざクリスマスイブなのに、ドンガラボリューム5に足を運んでいただきありがとうございます。まあ、もちろんキャラバンとか秋田小町とか4両編成とかそっちが見たいけど、みんな分かっとるよ。そのためにね、盛り上がっていかなんけんが、こっからあと俺らの後に続くジャムとなんじゃなんじゃって続いていくんで、それのために盛り上がってくれますか？もうね、いつ俺らの部分これね、伊達やけんね、こげんしたら目に刺されとったまあ、ダラダラ喋るのも面白くないと思うんで次行きます。じゃあ、ちょっとすいません、ドラムマイク入れてもらっていいですか？ありがとうございます。じゃあ次の曲行く前にちょっとメンバー紹介したいと思います。こちら、赤い上に来た人のボーカル清瀬龍馬。メンバー紹介をします。ドラムス反り込んでタラちゃんみたいになった徳丸大輔です。キーボードちいちゃん。
Thank you.
盛り上がってますか？じゃあこれからも僕らの後もどんどんバンド続いていくんで、最後まで盛り上がって帰ってください。もう一曲だけ聴いてください。最後の曲さ。Thank you.
ちゃんです。